カモメ真相編。今日は陽子と初めての一泊旅行と言っても、家から電車で2時間ほどの県内北部にある温泉旅館だが、それでも俺は家が厳しく外泊自体が禁止だった陽子が女友達と行くと親に嘘をついてやっと実現したこの旅行にかなりテンション上がりまくりの頭の中はお花畑であった。適当に写真を撮ったり名物の菓子を食べ歩きながら旅館には15時頃着いた。2階建てで小さく古いながらも一応露天風呂のある旅館だ。最初の事態はチェックインの時に起こった。いらっしゃいませ、ご予約のお名前は？〇〇陽子様ですね。え？旅館のおかみさんはかなり驚いて困惑した様子でこちらを見ている。何か？俺が尋ねると非常に焦って困った調子で、お客様、失礼ですが、確か女性2名様でご予約を受けたまわったはずですけども。そういえば陽子の親が、もし旅館に問い合わせた時に嘘がバレないよう、陽子が友達の名前を使って女2名で予約していたのだった。急にその子が来れなくなって、代わりのものなんですが、いいですか？陽子が不安そうに尋ねる。申し訳ありません、お客様。ご用意させていただいたお部屋は、女性専用のお部屋で、男性のお客様をお泊めにできないんですよ。かといって、他の空きのお部屋もございませんし。おかみが先ほどより、やや毅然とした態度でそう答えた。そんな。温泉旅館に女性専用部屋なんてものが存在することすら初めて知ったし、ウキウキ気分を害されて俺は少し怒った調子で抗議した。申し訳ありません、もともと当方が説明不足でしたので、キャンセル料はいりませんから他のお宿を当たっていただけませんか？そんな、他の旅館は電話してもどこもいっぱいだったんです。やっとこちらで予約が取れたのでとても楽しみにしていたのに。陽子が泣きそうな声で抗議する。俺もそれに加わる。お願いします、妹は本当にこの日を楽しみにしていて、友達が急に都合悪くなって落ち込んでいたので兄の僕が一緒に来てしまったんです。俺はなんとなく彼氏というよりは印象がいいかと思って口から出まかせで頼み込んだ。あ、ご兄弟でいらっしゃいましたか。失礼ですが、何か証明できるものはございますか？おかみの態度がふと緩んだ。お、兄弟なら OK なのか。俺はこの作戦を通すべく、なおも食い下がった。ちょっと今日は何も持ってないんですが、でも家族風呂は利用しませんし、お部屋だけでも泊めてください。お願いします。家族証明がないと部屋に泊まれないなんて条例はない。旅館の規約にはあるのかもしれないが、そんなものどうとでもなるだろう。1時間ほど押し問答した末、最後は陽子の泣き落としも加わり、かしこまりました。ではお止めしますが、大変申し訳にくいのですが、その、いかがわしい行為だけは絶対なさらないでくださいませね。まあ、ご兄弟ですので、
当然なさりませんでしょうが、これも一応お伝えする決まりですので。やっとのことでお髪が折れた。イライラが頂点に達していた俺は、必殺アイアンクローが炸裂する前に事態が収拾し、ほっとした。部屋に上がったら、もう16時を回っていた。俺たちは早速、それぞれ温泉を堪能した。18時から、夕食の海鮮料理に舌鼓を打ち、また温泉に入って、夜になった。色白で、長い黒髪を後ろで一つにまとめた陽子は、浴衣が本当によく似合っていた。俺たちはお上の忠告を無視して、当然、いかがわしい行為を楽しみ、23時頃、消灯した。異変は、深夜、やってきた。真夜中、トイレに行きたくなって目が覚めた。ちょっと飲みすぎたかな。すぐ隣では、陽子が寝息を立てている。さて、いざ起き上がろうとすると、体が動かない。金縛りだ。やべえ、マジで飲みすぎた。まだ酔ってんのかな。隣に陽子がいることもあり、そんなに恐怖は感じていなかったので、目だけ動かして、部屋の様子をぼんやり見回した。後悔した。布団の横、陽子を隔てた向こうの壁に押し入れがあるのだが、そこが4分の1ほど空いていた。そこにそいつがいた。押し入れの襖の隙間からそいつはこちらを見ていた。押し入れ上段の暗がりに浮かぶ真っ白な髪は肩くらいだろうが、ぐちゃぐちゃに乱れており、正確にどのくらいの長さかわからない。女だ。確かあの押し入れは布団が入っていたところだから、今なら人は入れるだろうが。いや、そもそもあれは、生きた人にはとても思えない。女は和服のようなものを着ていた。襟元しか見えないが、おそらく着物だろう。色はよくわからないが、茶色か黄色のような色だ。女は、ものすごく憎悪に満ちた形相で、こちらを睨んでいる。眉は剃っているのか薄いのか、とにかく眉が、目は般若のようにカッと見開き、瞬き一つせず、じっとこちらを睨んでいる。そしてその目は、真っ赤だ。眼球全体が真っ赤な血の色に染まっている。そして黒目部分は、白く透明に濁ったような色をしていた。以前、白内障の人をテレビで見たが、そんな感じの目だ。だがこいつは、白濁した水晶体の周りを真っ赤な血だまりが覆い、この世のものとは思えないほど、邪悪な、醜悪な目をしていた。俺は声にならない声を漏らした。目を閉じたかったが、なぜか今まで動かせていた目までも、自由を奪われてしまった。やばい。やばいやばいやばい。永遠とも思える時間、そいつは俺のことを真っ赤な目で睨み続けていた。怖い怖い怖い。陽子を来てくれ。すると、女は急に嬉しそうに、似た、と顔を歪ませて笑った。真っ白な手が、押し入れの襖にかかる。
ゆっくりと襖が開いていく。カタカタカタ。静寂に響くその音が、これは現実に起きていることなんだと、妙にリアリティを与える。襖が半分ほど開いたところで、女が押し入れから降りてきた。ゆっくりとこちらに近づいてくる。怖い怖い怖い。来るな、来るな、来るな。俺の頭の中の叫びが聞こえているかのごとく、女は楽しそうに、ニタ、と笑う。今度は、口を大きく開けて笑っている。女の口には、歯が生えていなかった。女はまだ若かったが、その歯のない口だけが、老婆のような印象を与え、ことさら不気味である。真っ白な顔に、真っ暗な穴のように開いた口。そして、真っ赤な眼球に白濁した人。見ているだけで涙が出るくらい恐ろしかった。こもずれの音とともに、ゆっくりと女は近づいてくる。真っ白な手を前方にふらふら漂わせ、暗闇をまさぐるようにしてやってくる。とうとう、手が届くほどの距離に近づいてきた。やられる。恐怖と絶望で、俺の毛穴という毛穴が開き、そこから汗が吹き出る。しかし、女の目的は、俺ではなかった。女と俺の間に横たわっている、陽子。俺の、可愛い彼女。その陽子の枕元にかがみ込んだそいつは、真っ赤な目を見開き、陽子の顔をじーっと覗き込んでいる。そしておもむろに、そいつは、陽子のまぶたの上に、人差し指を乗せた。閉じられたまぶたの下にこんもり盛り上がる陽子の眼球を、そいつは人差し指の先でぐぐぐっと押している。よほど力を入れているのか、人差し指がプルプル震えており、また陽子の眼球もそれに合わせて痙攣している。やめろ、やめてくれ。俺の願いも虚しく、という音とともに、陽子のまぶたから血の涙が流れる。女はそれを見て、満足そうに真っ赤な目を細めて、喜んでいる。そして、残されたもう片方の眼球を潰しにかかる。俺の股間に生温かいものが流れる。失禁と同時に、ようやく俺は気を失うことができた。翌朝、朝食を知らせる電話の音で目が覚めた。俺は起きた瞬間、あの女の顔が脳裏にくっきり浮かび、また失禁の後と、両目から血を流し気を失っている陽子の姿を認めて、おおおおと叫び声を上げた。混乱した頭のまま電話を取り、女が、目が真っ赤で、彼女の目が、と、わけのわからないことを反響欄で口走ったのだが、すぐに従業員数人が、血相変えて飛んできてくれた。陽子は目に包帯を巻かれて、旅館の車でどこかに連れて行かれた。なぜか救急車は呼んでもらえなかった。俺は少し落ち着いてから、3畳ほどの従業員休憩室のようなところに通された。
そこには、おかみが怒ったような悲しいような顔をして待っていた。あなた方、ご兄弟ではなかったのですね。私がお部屋にご案内する前に申し上げた約束を破られた。つまり、禁忌を犯したことになりますね。そしてお上は、この土地にまつわる禁忌、恐ろしい話を聞かせてくれた。昔、この土地には、カモメという風習があった。お嫁さんが不妊症で、子宝に恵まれない家に、その嫁に代わって子孫を残す女のことだ。正妻と側室のような感じと思われるかもしれないが、カモメは純粋にお金で買われた妊娠、出産を提供するだけの商品なのである。カモメは身売りされた貧しい農家の娘や孤児からなっており、それを仕切っていたのはこの旅館の地主だったという。旅館の一室でカモメと男がことを行い、妊娠が判明したら、その日から一年間、カモメはその夫婦の家で養われる。栄養失調などで流産すれば、それは各夫婦のカモ管理ができていなかったからということになる。ほとんどのカモメは押し入れなどに閉じ込められ、人目につかないよう養われた。晴れて出産すれば、お産の翌日には旅館に戻されて、また妊娠可能な体に戻り次第、仕事に戻る。今では考えられないような、過酷で悲しすぎる労働だ。だが、悲惨さはさらに加速する。ある年、カモメに情が移った男がカモメと駆け落ちしたり、また子供に情が移ったカモメが子供をさらって逃げるという事件が続発したのだ。地主は困った挙句、ある恐ろしい方法を思いつく。カモメの目を潰したのだ。カモメが寝ている隙に、もしくは薬で気を失わせて、その間にカモメの目を刃物で刺して潰した。目に傷を負ったカモメの顔は、情が映らないほど醜くなった。目が見えなくなったカモメは、子供をさらって逃げるような真似は到底できなくなった。醜い顔のカモメとことをなすのは、男が苦労するため、それ以来ほとんどの男が自分の嫁をカモ部屋に連れ込み、嫁に協力してもらいながら三人でことを成したという。時には、カモメの醜悪さを際立たせるため、無理やりすべての歯を抜いたりもした。すでにこの頃からみんな狂い出していたのかもしれない。カモメの目を潰すようになってから2年ほどして、村に異変が起こった。今までカモメが産んできた子供たちが、皆一斉に狂い出したのだ。目は焦点が定まらず、よだれを垂れ流し、ギョエーブと奇声を発し出したのだ。また、一部の子供は、瞳が白く濁り、視力を失う者もいたという。カモメ以外から生まれた子供には何の異常も見受けられなかったため、これはカモメに原因があるのでは、という噂が立ち、またカモ離れが起き出した。焦った地主は、有名な医者を呼んだり、祈祷師を呼んだり、八方手を尽くしたが、一向に原因がわからない。そんなある日、噂を聞きつけた
某寺のお坊様がやってきた。お坊様は旅館の鴨部屋に集められた目のつぶされた女たち6人を一目見るなり、なんと、むごいことを、と言葉を失った。そして地主に向き直り、カッと厳しく睨むとこう言った。この地にはお腹を痛めて産んだ愛する我が子は、一目も拝むことなく亡くなってしまった母の強い怨念が張り付いておる。このような人外の者が行うような商売は今日これ限りにしないと、そのうちこの土地の人間すべての気が狂ってしまいますと。それを聞いた地主は非常に焦った。地主の一族もこの土地にたくさん住んでいるからだ。わかりました、お寺様。カモメ行は今日限り二度と行いません。それで、おかしくなった子供たちは治るのでしょうか？震えた声で尋ねる地主に、お坊様は首を振りながら答えた。残念ながら、そう簡単には治らんよ。これまで亡くなった女性の供養をせねばならん。墓には一応入れておりますが。地主が上目遣いで答えると、お坊様はまた首を振って続けた。それでは不十分じゃ。まず小さな籠を用意しなさい。お坊様の言いつけに倣って、地主は女中にすずり箱くらいの小さな籠を持ってこさせた。この籠に人の目と同じ大きさの水晶を二つ入れなさい。そう、無念にも潰された女たちの目の代わりじゃよ。それからその女性たちが産んだ子供たちのへその緒を当事者たちから集めて同じ籠の中に入れなさい。地主は狼狽した。そんな大きな水晶、しかも二つも、いくらかかると思ってるんです？それに、へその緒を集めるってのも難儀な仕事ですな。なんせ、へその緒はみんなお客さんに渡してるし、その人たちは今うちを恨んでおりますからね。子供が狂ったのはお前らのせいだってね。お坊様は、呆れを通り越して、悲しい目をしていった。あなたはこれまで、私利私欲のために、罪のない女性の目を潰し、望まないのに無理やり男に体を汚させ、あげく、母と子を引き離させてきたのですよ。その上まだ、お金のことを心配すると、救いようがない。ここに残った目の見えない女性6人は、私が今日から引き取ってお世話させていただきましょう。あなたが心を入れ替えない限り、この土地の怨念は今後ますます大きくなっていくでしょうな。まさに言葉通り、救いようがなくなります。今がギリギリ手遅れになる一歩手前ですぞ。お坊様は静かに、しかし怒りの色を目にたたえて、こう諭した。わかりました。じゃあ、今すぐにでも水晶とへその緒を調達してきますよ。で、それをカゴに詰めたらどうするんですか？水晶は亡くなった女性たちの目に代わって、またへその緒は、その方たちが産んだ子供の身代わりとなって、晴れてその姿を拝むことができましょう。カゴに詰め終わったら、その方々のお墓にお骨と一緒に埋めて供養しておやりなさい。そして渋々ながらも、地主はお坊様の言いつけを守った。
眼球大の水晶二つと、狂った子供たちの親に土下座して回収したへその緒。それらをカゴに入れて、カモメの墓に埋めてやった。まあ、それ以降、子供たちはだんだんと元に戻り、会話ができるまでには回復したのだが、しかし、父母の顔はいつまで経っても認識できなかったらしい。そして、この土地で、カモメの話は、よそには絶対漏らしてはならない禁忌、タブーというやつになった。そしてその後、旅館は裏稼業などに一切手を染めることなく、何人かの人の手に渡って、今はおかみが切り盛りしているという。ちなみに、今のおかみと当時の地主は全く血縁関係はないらしい。ここまでおかみの話を聞いて、俺は口をやっと開いた。ちょっと待ってくださいよ。じゃあ、昨日の夜、俺らの前に現れたのは、そのカモメ?だとして、もう、その呪いとか怨念は消えてたんじゃないんですか?おかみは首を振りながら答える。それがね、まだ続きがあるんですよ。先日の地主は、カモメの供養後も商売すべてがうまくいかなくなり、とうとうこの旅館も土地ごと手放すことになった。その旅館を引き継いだ者は旅館を改築し、かつてカモ部屋として使われていた一室も客室に改装した。もう怨念は晴れたと考えられていたからだ。ところが、その部屋に泊まった者から、数々のあれの目撃談が寄せられた。押し入れの中の真っ赤な目をした歯のない女だ。旅館の主人は急いで先日のお寺のお坊様に来てもらった。その部屋に入るなり、お坊様は眉を潜め、すぐに主人に言った。今すぐ、彼女たちのお墓を調べなさい。主人とお坊様が一緒にカモメの墓を掘ってみると、果たしてカゴの中の水晶が消えていた。あの地主がこの地を離れる際に、あろうことか墓を暴き、カモメの眼球。そう、水晶を盗み出していたのだ。主人は慌てふためいた。どうしましょう?あの地主、この村を離れて以来消息がつかめないって話ですぜ。しかも私にはあんな水晶を買うようなお金なんてありませんよ。お坊様は静かにこう言った。落ち着いてください、ご主人。見たところ、ここにいたほとんどの女性は成仏しております。ただ一人だけ、目をつぶされて、しかも歯まで抜かれていたというものの怨念だけ、かすかに残っていますね。ただこのものも、こちらが怒らせない限りは、まあほとんど害のない程度の怨念になっています。主人は少しほっとした表情を浮かべ、聞いた。一体どうしたらいいんでしょうか?すぐにでも成仏してくれないんでしょうか?お坊様は答えた。まあ、すぐには無理でしょうな。とりあえず、なんとなくこの事態は予想していたので、ひとまずはこれを埋めましょう。話の続きはそれからです。そう言って、今朝のたもとから眼球台のガラス玉を二つ取り出し、へその緒のカゴに収めて、再び埋めた。旅館のカモメの間に戻り、お坊様の話が続いた。
この部屋にいる女は、以前埋めていた水晶の力で、ある程度の気は晴れておるようです。でもやはり、まだ悔しい、悲しい、という念は残っていますな。まあ、あんな仕打ちを受けていたのだから、無理もないでしょうが。しかし、今から言う決まりさえ守れば、この部屋を客室として使うことに差し障りはないですぞ。主人は驚いた。こんな幽霊部屋、使っていいんですかい？お坊様は静かに、たしなめるように答えた。これから私が言う決まりを、必ず守らなければいけませんがね。まず一つ目。なるべく男女の組を止めないこと。男と女がついで止まれば、あれは昔の忌まわしい仕打ちを思い出して、押し入れから顔を覗かせるでしょう。まあ、単に覗くだけで特別に害はなしませんが、それでもあれを見た人はびっくりしてしまうでしょうからね。家族であっても男女の組ならば、あれは覗いてきます。主人は、はい、はい、と熱心に覚書に記しながら話を聞いている。お坊様は話を続ける。二つ目の決まりですが、こちらは大事です。この部屋で、不浄な行いを決して行わないこと。それは必ず、あれの逆鱗に触れるでしょう。何をしでかすかわかりませんが、とにかくとても恐ろしい害を与えてくるでしょう。主人は身震いしながら尋ねた。でもお坊様、そんなに恐ろしい霊なら、やっぱりこの部屋は閉じてしまった方がいいんじゃ。お坊様は静かに首を横に振る。まあ、それは最終的にはご主人の裁量に委ねますが。しかし、悪い霊、というよりも、かわいそうな霊なのですよ。怒らせさえしなければ、出てくることもないでしょうしね。おそらく、不妊の病を抱えるご婦人には、良い恵みを与えてくれるかもしれませんよ。仏様だって、我々の所業によって、画福それぞれをお与えになりますしね。そういうわけで、カモメの間には、女性客のみを止めることになったという。不妊に効く、という噂も広まり、そこそこ繁盛するようにもなった。しかし、やはり中には、俺と陽子のように、決まりを破る客もいたらしい。それで、その決まりを破ったカップルはどうなったんですか？俺は背中に汗をぐっしょりかきながら、お上に詰め寄った。クーラーの冷気がその汗を冷やし、ずっと背筋がゾクゾクする。あなたが会ったのと同じ目に遭っています。カモメは、自分の部屋で夜の営みをした男女を激しく憎み、女の目を潰します。そして、話によると、どうやらその、子宮をも潰してしまうらしいです。そう。一生子供が産めない体にしてしまうのです。俺は言葉を失った。そんな。俺、昨日途中で気を失ってたけど、あいつ、陽子の体に、そんなこと。怒りと恐怖で震える俺を悲しそうに見つめて、お上は続けた。私も、これ以上は説明申し上げるのも心苦しいのですが、両目を潰された女性は、まず、眼球が真っ赤に染まり、瞳が白く濁ります。おそらく、あなたがご覧になったあれと同じ目になるんです。子宮が潰されているので、歩くたびに想像を絶する苦痛が襲うようですが、
悲鳴などは決してあげることはないようです。ただ、歩くとき、異常に内股になるようですがね。俺は、心臓をぎゅーっとわしづかみされたように苦しくなった。陽子は、彼女は今どこにいるんです？もう、治らないんですか？おかみが答える。陽子さんは、例のお寺様に向かっております。カモメに目をつぶされた女性は、完全に視力を失うまでに3日かかると言われています。その3日間は、陽子さんは陽子さんで亡くなっています。カモメがついているのです。そして、その3日のうちに男の方を、つまり、あなたを探してつきます。3日。俺はごくりと喉を鳴らした。そうです。3日です。ですから、あなたはすぐにでもご自宅に戻って、3日間は決して家から出ないようにしてください。3日経つと、陽子さんの視力は完全に失われ、またカモメは離れていきます。でも、おそらく、正気の陽子さんに戻ることはもうないでしょう。あなたが3日を無事に過ごすことができれば、その状態の陽子さんになら会うことはできます。カモメが3日だけ目が見えるというのは、墓のカゴに入れられたガラス玉のせいらしい。もしそれが以前の水晶だったら、その期間は1月以上になっていただろうとのことだった。だが、そんなこと今の俺にはどうでもよかった。今すぐ家に帰らなければ。そして、3日経ったら必ず陽子を迎えに行って、それから陽子のご両親に土下座して、それから、陽子の面倒は、俺が一生見る。そんなことをぐるぐる考えていたら、部屋の廊下をバタバタ走る音がして、部屋の襖が勢いよく開いた。そこに立っていたのは、陽子の両親だった。陽子の母親が俺の前に大股でずかずかと近づいてきたと思ったら、口の中にじわーっと鉄の味が広がる。頬を思いっきり殴られたようだ。口の中が切れている。あなた！あなた！よくも陽子！あんな嘘までついて！よくも！よくも！陽子の母親は顔を真っ赤にして涙と鼻水でぐちゃぐちゃだ。父親はそんな母をたしなめることもせず、じっと俺を睨んでる。あなた、彼氏ならどうしてあの子を守ってやらなかったの？なんであなたは平気で、陽子だけあんな目に。母親は化粧をしていたのだろうが、涙で。マスカラやアイシャドウが溶けて、目の周りは真っ黒に染まっている。どうやら旅館からの連絡で、ここに来る前にお寺に行って、陽子の姿を目にしてきたのだろう。本当に申し訳ありませんでした。この責任は必ず取ります。一生かけて、伝いますか。俺もすでに涙声になっていた。その様子を見ていた父親が一言。とりあえず話は3日後ゆっくり聞かせてもらう。君は今すぐ帰りなさい。お寺の方ですでに彼らの事情を説明されていたのだろう。俺は畳に頭をこすりつけ、土下座の体勢でしばらく黙っていた。いいから、早く帰りなさい。再び父親の声が響き、肩をポンと叩かれ、家に帰るよう促された。それから俺は急いで荷物を詰め、駅まで旅館の車で送ってもらい、電車に乗った。
そして電車で2時間。やっと地元に戻ってきた。見慣れた景色に戻って、もしかして全部夢だったりして、なんて都合のいい現実逃避をしていたら、まるでそんなことさせないよ、というかのように俺の携帯が鳴った。旅館からだった。もしもし、〇〇陽一様の携帯でしょうか。私三角旅館のおかみですが。俺はおかみのただならぬ声のトーンに不安を抱きながらも。はい、僕です。先ほどはどうもお世話になりました。と答えた。あ、よかった。一応携帯を聞いておいて。実は今しがたお寺から連絡があったんですが、陽子さんがお寺からいなくなったそうなんです。どうやら、少し目を離した隙に、ご家族が無理やり縄とお札をほどいてしまったみたいで、ご家族の方はともどもいなくなってしまったんです。お坊様がすぐに陽子さんのご自宅に向かわれるそうですが、くれぐれも3日間ご用心なさいませね。絶対に外に出ないように。それと、なるべくなら声も出さないようにしてください。あれは耳が異常に聞きますから。俺は携帯を耳に当てたまま、さーっと血の気が引いて、その場に倒れそうになった。昨夜のあれの恐ろしい顔が、見開かれた真っ赤な目が、その中の白濁して焦点が定まらない瞳が、ニターっとした、いやらしい笑いが、歯のない空洞のような口が、脳裏によみがえった。俺は駅から全速力で自宅に戻り、部屋に閉じこもった。家族が心配して声をかけてくるが、何も答えられない。なるべく声も出したくない。ご飯なんか喉を通るわけがない。ただ頭の中と喉がカラカラに乾いている。たった3日間だが、無事に過ごせる保証はどこにもない。部屋のクローゼットの隙間からあれが出てくるかもしれない。あれに疲れたらどうなるんだろう。俺も陽子みたいになるのか。眼球が真っ赤になるのか。視力を奪われるのか。気が狂ってしまうのだろうか。もうすでに俺は狂ってきているのだろう。陽子は家族と一緒にいるのだろう。家族がまた寺に連れ戻してはいないだろう。陽子は俺のところに来るだろうか。陽子の母親の声が蘇る。なんであなたは平気で、陽子だけ、陽子だけあんな目に。もしも俺が3日のうちに陽子に、いや、陽子の姿をしたカモメに見つかり、最悪取り殺されるようなことがあったら。どうか俺の家族は陽子を恨まないでほしい。悪いのは全部俺なんだから。無理やり陽子を旅行に連れ出して、旅館の禁忌を犯してしまった俺の自業自得なのだから。俺がこの手記を残すのは、真実を明らかにしておくためと、俺の家族に陽子を恨まないでもらうためでもある。もし俺が3日のうちに死んでしまったら、この式を遺言代わりにしてもらいたい。父ちゃん、母ちゃん、今までありがとう。良二、小さい頃いじめてばっかでごめんな。俺のゲームと漫画、全部お前にやるよ。その後、良一さんの式は家族に対する感謝や、友人たちへのメッセージで埋められていたそうです。この式を私の友人、良二が見つけたのは、つい最近のことだそうです。そして良一さんは今、県内の精神病院に入院しています。文中はすべて仮名です。県名は、わかる人には特定できるかもしれないです。